おはようございます。よーし、じゃあ今日も冒険頑張ってやっていきましょう。なんかあるかな？まあストーリーがあればやっていくぐらいで、普通のクエストをこなす日だったらまあそのまんまやっていこうかなって感じなんだけど、ここかよ、オノマトペってチームがあるところは早速ストーリーがあるね、今夜は。なんだい？だ！お前は悪役じゃないですか、明らかに BGM が。BGM が悪役だな、いいね。アーボゲンガー、わ、これなんだっけ、チャーレム、わ、なんだっけな、チャーレムだっけ。あ、アサナンの進化系だよね、この前の山にいたアサナンのチャーレムだ。殺風景なところだ、こいつこんなタコ口だった、タラコ唇でしたっけこいつ、こんな、けっ、こんなところで救助隊やろうなんて信じられないぜ。なんでゲンガーはさ、我々オノマトペに対して、チームオノマトペに対してこんな嫌悪感を抱いてるんですか。なんだなんだ君たちは。ねえ、まあ進化系統で見るとあからさまに子供な感じだけど、チコリータというポケモンのピーナッツはだいぶ心の中におじさんかおばさんを飼ってるよね。なんだ君たちは。あんなところにポストが。おい待って待って、俺らに対する救助依頼取るんじゃないだろうね。ちょっと何するの。おお、救助の依頼が入ってる、これは美味しいわね。みんないただくことにするか。ちょっと、これは私たちのものだよ、横取りしないでよ。ザタッチも出ましたけれども、け、誰がやったって解決すりゃいいじゃねえか。私たちも救助隊なのよ。悪いやつらなんだよねこいつら。と言いつつ本当は悪いことしかしてないんだけどね。自己紹介ありがとうございます、気になってたところなんでね。ほら、救助隊って建前があった方が何かとごまかしが効くだろ。私たち世界征服を企んでいるのよ。世界征服。ビブラートも効いてましたね。けそうや、そのために金を稼いで仲間も集めているの。でもそしたらさ、フーディンたちのところの依頼取った方がいいんじゃないの。フーディン、リザードン、バンギラスのね。なんでこんな弱小を始めたばっかのオノマトペから取るんだよ。世界を我が物にするためにね。人呼んで悪の救助隊、意地悪ずと俺たちのことだ。うわ、俺よりネーミングセンス悪いかも。意地悪ずは邪魔だな、ケケ。よかった、どこのチームもこんな感じなんだ。オノマトペってじゃ結構いい名前かもな。ちょっと待って、行っちゃった。なんてやつらなの、まったくしょうがないやつらだな。あ、やっぱり空っぽだ、全部持っていかれちゃって。そんな驚くかい、私、その世界の私。バサバサ。でもこっから新しい依頼が来るんじゃない。うん、そうだよね、今朝はまだペリッパー来てなかったから、もう依頼なかったんじゃない。 そしたらよかった、ペリッパーが新しい手紙を持ってきてくれたよ、これで救助できるね。それにしてもあいつらな、今度会ったら承知ないぞ。本当だよ、もう倒してやろうぜっていう割にはちょっと進化とか仲間が足りないかもしれないから仲間集め行きたいんだけれども、普通にやられた。なんだ、受けよう。これはまた普通のストーリーじゃないのかな、もしかしたら。ポッポ助けてあげましょうか。じゃあ受けるかい。まあさあ、今日も今日とて友達エリアを広げていきましょうか。まあ上から順に解放していくのがいいのかなと思うんで、上から順に解放していっちゃいましょう。じゃあサファリ解放。プクリンプクリン、みんな友達たーっ。この音好き。ついでにね、有り金全部使っちゃいたいんで、飛翔の森も行きましょう。もうね、この今お金って書いてある594、これが私の有り金全てです。使っちゃいましょう、そのためにクエストをこなしているのだからね。プクリンプクリン、みんな友達たーっ。よいしょ、飛翔の森へ行けるようになった。いいね、これでどんどんちょっと友達になっていきたいね、いろんなポケとも。渡る世間はポケばかりってね。はっ、タイトル回収。あれ、俺さ前回ハンダと友達になんなかったっけ。え、もしかしてさ、これって力尽きたら友達じゃなくなる。
え、そんなことあっていいの？ちょっと待って、マジ？え、ちょ、ま、ま、待って、調べよ調べよ、ちょ待って、うわ、なるほど。一回仲間になって連れて帰ってきて、もう友達エリアにいるポケモンはいいんだけど、そのダンジョンで仲間になったばかりのポケモンが倒れた場合はいなくな、ハンダー、マジかよ。ハンダ、前回のエンディングで大きく表示したハンダ、じゃハンダ捕まえに行こう。もう肩組みに来ぞ、おいハンダっつって。今日も鋼山に行ってまいります。3日連続鋼山だね。やばいやばいやばい、ハンダの群れが来た、ハンダの群れが。いいね、さあ仲間になるんだハンダ。くっそー、ハンダかっこジグザグマ、仲間になれ。うわー、なんか今一瞬赤座の気持ちが分かった。おーし、ポッポ救助完了。あと一人、あぶなあぶなあぶな、白いグミで助けられるポケモンがいるんで助けましょうか。よーし、これで白いグミ鬼スズメに渡せたんで帰っていったと。まあ我々も帰ります。いや待て、俺はハンダを仲間にするまで帰、いや、いやでももうハンダだいぶもうなんか5、6回倒したんだよな。まあ今度でいっか、ごめんハンダ、先帰るわ俺ら。もうちょ、 PP もなくなってきたから帰るわ。いいね、順調にポイントと200ポケ溜まってるよ。100ポケ、ゴロンの石10個、救助隊ランク5ポイントアップ、いいね、順調。今日もまあ朝ちょっとイベントあったけど、それだけだったな。次の日、お、なんだい、レンさん、ピーナッツさん、ん、誰？今日も新しい一日が始まっていきそうですね。あ、キャータピーちゃん久しぶり、お願い友達を助けて。え、君はあれですよね、一番最初にバタフリーから依頼されて助けたキャタピーちゃんだよね。うん、なんですか、どうしたの。友達のトランセル君と一緒に遊んでたんだけど、また怪しいやつと遊んでるな、そいつ絶対迷子になるから。トランセル君森に迷って出られなくなっちゃったんです、あいつ動けないからね。ほうほうほう、それは大変だな、けけけ、絶対に意地悪図だ、絶対に意地悪図だよな。これもう戦うんじゃない、もしかしたら意地悪図と。ああ、あなたたちは、トランセル君は俺たちが助けてやる。ちょっとキャタピーちゃんを私たちに頼んでるんだよ。お前たちの実力で助けられると思うのか。まあ実績がありますからね我々には。なんだって、誰が助けようか関係ないね、助けたやつが偉いのさ。なあキャタピーちゃん、こうしないか、どちらか先に助けたチームにお礼をあげるというのは。僕お金持ってないです。そんなの心配しなくていいよ、お金なら後でお母さんからがっぽりもらうからさ。けけ、そうだ、ついでに俺たちの仲間にもなって。うわー、意地悪ず、お前らちゃんと買ってる、プクリンから友達みんな友達さーっつって買ってる、ちゃんと俺らは毎回買ってるよちゃんと。キャタピーちゃんが仲間になったら意地悪ずの幹部にしてあげるからね。けけけ、おっと、これはアーボとチャールムが黙ってないんじゃない、現幹部のこの二人が。そういうわけでピーナッツ、先に助けた方が勝ちだからな、突っ走るタイプのリーダーでした。おい、行くぞ、さっさと下ろせようぜ。喋ってねえぞ、チャーレムだいぶスキップして登場してたな、チャーレムのスキップ気になる。心配しないで、私たちが先に助けるよ。ねえ早く行こう、これ途中でバトルとかになることあんのかな。レディーファイなるかな、意地悪ずに入るのも嫌です、レウンさん助けて。そんな言うこと聞かなきゃいいだけだと思うけど、ちょっとこれは友達連れていくかい。ねえ私の力じゃ不安なんで、まあ力は結構連れてって、あと突進だからこいつ危ないんで、フレミングを連れていこうかな。一緒に行きましょう、フレミング参加お願いします。さあそしたらどこに助けに行けばいいんだっけ、
森で遊んでたらって言ってたっけ。あ、ちょっと待って、その前にちょっとあれ買ってくるわ。友達エリア。たー、おー、怪しい森ですか。これ新しいところだね。行っちゃいましょう、怪しい森へ。レッツゴー。さあさあさあ、しばらくの間鋼山しか行けなかったんで、怪しい森楽しみだね。まあでも鋼山もっと仲間にできるポケモンがいっぱいいると思うから、ちょっとそこだけ悔しいんだけど、まあまあいいでしょう。てか草タイプが多そうだな。私蓮雨に対する弱点が多そう。ここだね、トランセルが迷っている森は。もう先に玄関たちが入ってるはず。私たちも急ごう。怪しい森行きましょうか。いいね、 BGM が怪しそうだね。そしてフレミングがついてきてくれている、この安心感というのは計り知れません。うわ、 BGM なんか不安を煽るような BGM じゃない。いいねいいねいいね。あ、なに、盛り上がってきた、盛り上がってきた、いいよ。そしてポケモンが一匹も出てきません。なんででしょう、ポケモンが一匹も出てきません。わ、待って待って、今いたよね、イノム、イノムだ。水鉄砲で抜群だ、レベルが上がった。ほー、謎の草ですか。まあタイプ相性良くないけど、体当たりがあるんで大丈夫でしょう。葉っぱ買った、もうナイス、いいね。謎の草イノム、いいね、今んとこいい。まあでもまだ序盤なんだ。何ですか彼らは。ウソッキーですよね、これ。ウソッキーですよ、バレないと思ってるのかしらな彼らは。いけ、葉っぱ買った、そうだよね、抜群だからね、ウソッキー相手には。まだバレてないと思ってる、このウソッキー。バレるって、もう葉っぱカッターで倒してもらおう、このチコリータの必殺、葉っぱカッターで倒してもらおう。オッケー、完璧、オッケー、完璧。ウソッキーは岩タイプっていうのはね、めちゃくちゃ覚えてるんだよ。ちっちゃい頃すごく騙されたからね。いけ、葉っぱカッター。よし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 、できるだけ近づきたくないね、ウソッキー。技強そうだし。でもぜひ仲間にしたいな。眠ってるイノムちゃんは鳴き声で起こしてからの体当たりズドンと。さあさあさあ、2階まで来ちゃいましたね。まあ2階まで来ちゃいましたって言ってもだよな。あ、キマワリだ。名前今思い出すの結構苦戦したけど、キマワリだね。これまずいな、ちょっと待って。このままだと相棒のチコリータが2人から攻撃される可能性があるんで、ウリムーから倒していきましょう。で、鳴き声いいね。範囲攻撃がでかいよ。キマワリだよね、これ確か名前。キマワリだ、キマワリ。かわいいなぁ。かわいいポケモンが多いなぁ、ここは。ナイス。葉っぱカッター当たったら本当に強いなぁ。あ、で、そう。この爆裂の種、これ普通にね、なんかどうやら強そう。技じゃなくて、道具。使えるんだよね、爆裂の種。食べるとなんか前方に爆発してダメージを与えられそうなんで、まあ、これちょっと中ボスとか出てきたら使おうかなって感じなんだけど、俺ゲンガーと戦うこととかあるのかな。ルルル、コイルレベルアップ。フレミングまだレベル7か。連れてくるにはちょっと危なかったかな。まあまあまあ、細心の注意を払っていれば大丈夫でしょう。あっ、ゲー、まさかの最初の仲間がウソッキー。角にいたからしょうがなく倒したんだけど、ウソッキー仲間にしよう、仲間にしよう。テレレレッペブー、仲間、名前つけちゃいますよ。くそ、これ5文字なんだよ。だから本当はパントマイムにしたかったの。バレバレなのに、もう絶対に人って分かってるのに動かないのすごいねっていうパントマイムにしたかったんだけど、パントマイムじゃ入りきらなかったね。パントマム、パントマムいいね、かわいいね、パントマム。あー、そっか、ついてくるのか、ウソッキー。どうしようかな。ちょっと待ってよ、キマワリを先に倒させていただいて。待って、俺 HP 良くないな、そろそろ HP が危ない。早速パントマムレベル 8?
あ、これ PP マックスか。これ PP マックスめちゃくちゃありがたいな。あるの。実際ちょっと水鉄砲とか乱射すると普通にすぐなくなっちゃうから PP が。これありがたい。お、そして階段がすぐあるが、アイテムを拾いに行く。ガメツイ、ガメツイで。でもさ、こっち4人いるぜ。もう勝てるんじゃないかな、意地悪ずには。どうだろう。ね、パントマムも岩落としとか使ってきてたし、その倒すときに。フレミングもね、電気ショッカー。お、やっちまえ。葉っぱがあったらチコリータ。撃たないのか。撃て。撃たないな。あ、撃った撃った。オッケー。もうウソッキーは友達にならないから容赦なく倒しちゃっていいね。早速5フロアと。怪しい森。おっと、登場するポケモンがだいぶ様変わりしたね。左上にいるのはこれカラサリスかマユルドのどっちかだよね。わかるんだっけこれ、見た目でカラサリスかマユルドかって。あ、爆裂の棚の上に乗った。もしかしてこれ道具がいっぱい。くそ、真下にあるのは爆裂の種か。じゃあここで爆裂の種食べちゃおう。ドカーン。おたち45ダメージ。やべ、カラサリス目覚ましたんだけど。なんで、え、でも動かないんだけど。カラサリスって動かないの。やべ、ちょっと待って。フレミングはまずい。フレミングの HP は少ないから、カラサリスの方なんだね。これカラサリスって、ちょっと待ってね。どっちだ？その、毒ケイルか、バタフリー？どっちだ？あ、バタフリーはトランセルか。毒ケイルか、アゲハントだっけ？わー、ちょっとここら辺怪しいね。リンゴを食べます。おお、ナイス。パントマもやるね。そしてがっつりレベル上がってジタバタを覚えましたね。嘘でしょ君、ジタバタする気ないでしょ。これマイルドじゃない、色合い的に。あ、色合いでわかるんだ、カラサリスとマイルドって。マイルドが毒ケイルかな。あ、水辺とかもあるんだ。あ、待って、何これ。あ、これ水辺が行けるポケモンと行けないポケモンがあるのかな。入れ替わるとワープする。待って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 、やばい、パントマムが、あ、まずい、まずい、これパントマムが、あぶねえ。これ水辺行けるポケモンと行けないポケモン限られてるんだ。フレミングと我々は行けるけど、それ以外は行けないから、ストライク、ストライク、助けてー、ストライクが来ました。水鉄砲ズドン、まさかのワングパングからのパントマムのレベルアップ、いろいろ大きすぎてます。モノマネ覚えた。パントマムいろいろ覚えるな。で、まっすぐ間かこれは。はいはいはい、まっすぐ間か。鳴き声いろいろ下げてくるな。状態異常で戦ってくる、まさかの。全然まっすぐな戦い方してこない、まっすぐ間が。嘘でしょ。待って、ニョロモだ、バカお前。あぶねえ、ちょっと待って、チームパントマン、お前レベル、あぶねえお前、あと11で変わる変わる、場所入れ替わろう。水鉄砲とか撃ってくんの、ウッパー、あぶねえ、マジで本当に頼むよ。パントマンももう何出てきて、貯水だった、やっべ、貯水だった。体当たりで倒すしかねえな。ただ、はい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 、水鉄砲は耐えられる。これさ、爆裂の種じゃね、爆裂の種食べてもう一網打尽チャンネルじゃね。オッケー。キノコ、ここは大丈夫。オーマイガー、ちょっと待って、ちょっと、通知するかパスワードで友達に救助を求め、そんなことできるわけない。ちなみにパントマムは、パントマム救助隊の仲間は友達エリアに帰っていった、また冒険に連れて行きたいだけ。友達、待って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 、ごめん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 、違う違う違う、パントマム、パントマム、俺が見たいのはパントマムの行方。あんなに一緒に冒険して、昨日はダメだったけど、今度こそ探すかも、もう多分ゲンガたちが助けてる。それで言うとね、パントマム、パントマムー